ここからの結果は過去最強だった。結果の長所である、直感と反射神経が指揮東野の攻撃を制圧し、間違いなく東野の先を行っていた。だが東野もその結果に遅れを取らず確実な一手を打ち続け、絶対に隙を与えないところか、結果の直感を視野に入れた攻撃を続ける。二人の攻防は固まることを知って、観客絶対は伝えているところから衝撃とかで全員想像したのに変わらなかった。引きゼリカ、あの子私と同じ年らしいけど実力は圧倒的に私が劣る。おそらく勝負にならないかも。せっか様、頑張って。このままだとタイムアップが来ちゃう。タイムアップ、うん、せっか様は実力や能力、オーラに長けてはいるのだけど、私たちの中では体力がない方なの。体力はどうしても肉体ありきだから。オーラでごまかせない。そこまで、私から見たら十分だと思うけど、短期決戦だったり、近距離と遠距離を混ぜてある程度体を休ませていれば確かに全然問題ないけど、あんなずっと近距離で速度もかなり無理してる。例えるならマラソンでずっと全力疾走をしてるようなものだから、長くは続かない。すごい、せっか、父さんを凌駕してるぞ。このまま父さんの攻撃を戦いながら覚えていけばせっかが形勢逆転するかもな。どうですかね、少々。というよりかなりハイペースに見えますけどね。今のままだと体力の少ない方が先に不利になります。ああ、俺もラディウスさんとの試合で経験した。ハイペースによる疲労と酸素が不十分になって思考ができなくなる限界。でも大丈夫、せっかならきっと最高の結果をもたらしてくれるよ。最高をするつもりはないのか。正直この状態のお父さん相手に互角か少し有利程度だと全く優位に立ててる気がしない。一度体勢を立て直す方がいいか。だけど相手は全力でなくとも手を抜いているわけじゃない。きっと条件やリスクがあるんだ。なら今のうちに一撃でも多くを父さんに与えれば、たとえ引き解放してきても勝負になる可能性がある。今一瞬体勢を整えることを考えたな、せっか。この方法から見ることは敗北を意味するぞ。せっかに休息の間が入るということは俺も同じ休息できるからな。そしてそれを何度も繰り返した時どちらが有利に立っているか、それすらもわからないお前じゃないだろ。わかってる。でもこのままだとチャンスが来る前に私の方が先に燃料切れになる。能力で飛ばしたい。だけどそれが私が今一番やりたいことだってお父さんも理解してる。逃げや守りの一手は窮地になればなるほど読みやすい一手。だからこそ今この場では攻撃こそが最大の防御。ギリギリまでればね、その苦しみの先にしか突破口は存在しないんだ。すごいわね、お互い次の一手を出される前には反応してるじゃない。直感と予測、本能的に動く結果と理性的に動く東野、どちらも先を見る力は互角、だからこそ成り立つ戦いだろうね。ちびっこ番長、どう思う？すごいポテンシャル、前世紀のレイカ姉さんを見ているみたい。いや本当それ以上、あの子は確かに強いわね。多分能力相性的にも私と最悪、正直せっかちゃんは私より強いし、他の若い3人の隊長よりもポテンシャルは上、もっと体力があれば、って誰がちびっこ番長よ。さすがせっかが、この状態の俺と対等に渡り合っている。だが体力は俺の方が上、持久戦は俺が制する。すごい攻防、いつまで続けるのか。正直この間には絶対に入りたくありません。私の可愛いお顔がデコボコになっちゃう。いつまで殴り合っとんねん。さっさと切るなり飛ばすなりしたらええのに。握手だからでしょ、見てわからない。あんたらレベルならな。うちのレベルならそんなもん握手にもならへんわ。何だとあんな勝負になる前に倒されてそうだしね。喧嘩うっとんか。もっと見てたらいいのに。と思う。なんだ、わざわざ私なんか追いかけに来たのか、ベル。お前も見たらわかるだろ。現時点で石化と東野の力量差は歴然。今はどうせ石化が東野に慣れていい勝負風になっているんじゃないか。うん、だけどもうボロが出てる。と思う。そうか、ベルは遠慮がないからな。お前がそう言うならそうなんだろう。主様と東野の差は基礎もそうだが、石化ほどの完成も持たない。その状態で挑むとなると石化よりも見込みが低い。今主様に必要なのは東野に勝るステータスを一つでも持っておくこと。それがないと突破口すらも生まれない。石化の試合を見れば明らかだ。石化はなんとか耐えてチャンスが来るのを待っている。だがそのチャンスがたとえ来ても耐えてなんとか出した程度の技が致命傷になるはずもなければ。流れを変える神の一手になし得るわけでもない。苦肉の一手、同格や少し格上程度ならまだしも数段上の相手には意味はない。この試合の結末、それは、石化の体力切れによる耐久負け。石化の力が東野に対して決め手にならないのなら長期戦は必須。だけど長期戦をやる体力が相手よりもない。先読みも五分、ほぼ勝ち目ないと。思う。主様にはせめて攻撃面だけでも東野を超えさせる。でなければ石化の二の舞、いや石化よりもひどい試合をするだろうな。主様は分かっていない。自分が石化よりも窮地に立っていることを。石化が父さん相手に戦えるようにはなったけど、状況は変わらず。か。スタート地点に立っただけですからね、今は。
ね。どっちもすげえのにな。あと一個、何か希望があれば。あるよ。双子だからわかる。せっかちゃんは限界が来てからが本番だよ。限界だから無理、なんて常識。今さら常識破りばっかりしているせっかちゃんに通用すると思う。あもう、セオリーなんて知るか。そもそもこの状態で有利なのはお父さんなんだ。ならどっちにしろ距離を取ろうが今さら関係ないでしょうが。ゼロって全然。羽は出ます。ビビんな。自分の戦い方と信念を突っ通す。見えてる。せっかの余裕が俺を呼び込む。能力を消すのはいいか。こういう使い方もある。今さら能力なんて。わかる。本命は能力じゃなく、ネクラマシ。私が消した後の一瞬の合間がお父さんの攻撃の絶好のチャンス。全角度からどこでも来い。全部反応してカウンターで切り刻む。視野が狭いぞ、せっか。俺に武器がないとは言ってないぞ。武器も見えてる。ならその先はどうだ。反動がまた。遅い。決まったー。炸裂。父と親の爆裂パンチ。反動で動けない隙を一瞬で突いて勝負を消したー。まだだ。言っただろ。次は国家に陣だ。反撃。だろ。ここで。残念。言ってるか。勝つにはお父さんの心の隙を狙えるこの一発だったんだけどな。あと2体にうまくはいかないか。私の勝ち筋はここしかなかったのに。ごめんメリアさん、約束守れなかった。お願いパパ、お父さんを乗り越えて。あとは任せた。勝利決着。東野選手も壁を追って座っていますが、せっか選手死亡確認のため決着です。準々決勝第4試合勝者、父東野選手。判断が甘かった。まさかせっかが自己犠牲覚悟の一発逆転を狙ってくるとは。パパも感化されたってことか。思った以上に深手を打ったな。頭の打ちどころが悪かったら負けていたのは俺だったぞ。せっかのあの一撃で自分自身も壁に押しつぶされて激痛だっただろうに。届かなかったか、せっか。判断は間違ってなかった。あのまま戦っていても勝機はなかった。だからあそこから駆けに出るという判断と、東野さんが次のパワーアップを削る程度に調整した戦術。本当に紙一重。全力の相手に勝つ必要はない。ただ相手より長く立っていればいい。それを理解したせっかちゃんの戦術は褒めるところです。ですが賭けに出なければ勝機を生み出せないのは、やはり能力をうまく扱えていないのが主な原因。やはりせっかちゃんは体術よりも能力強化が課題ですね。せっかここで死んだから白と同じです。ペナルティか。この一週間不便だろうな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。